1457年から1461年の間にアゴスティーノ・ディ・ドッチョが建設したオラトリオ・ディ・サンバーナ・ディーノからシエーナ・のベルナルディーノが行った巨影の焼却巨影の焼却とは通常1497年2月7日に起きたイタリアのフィレンツェ当局が罪とした化粧品、芸術、書籍、トランプなどをドミニコ会司祭ジロラモ・サボナ・ローラの支持者が マルディグラの祭りでくべたかがり火のことである。そこから政府などが罪としたものを燃やすものを指すようになった。このかがり火はサボナローラが考案したものではなく、この世紀の前半にシエーナのベルナルディーノの屋外説教でよく行われたものである。このかがり火の対象となったものは、化粧品、ドレス、トランプなどの虚食の罪などを含む罪を犯す可能性のある物品。 不道徳とみなされる書籍、芸術品が燃やされた。虚栄の焼却は、歴史上のフィクション作品のいくつかで取り上げられている。例として、ジョージ・エリオットの、ロモラ、E.R. エディスンの、A. フィッシュ・ディナーイン・メミソン、アービング・ストームの、クノート・コウコツ、チェルシー・クイーン・ヤーブロの、ザパレス、マイケル・オンダーチェの、イギリス人の患者、第2部。 ロジャー・ゼラズニーとロバート・シェクリーのイフ・アット・ファウスト・ユー・ドント・サクシード、ティモシー・フィンドリーのピルグリム、イアン・コールドウェルとダスティント・マソンのフランチェスコの暗号、ジーン・カログリディスの小説、EN ・ i モナリザ、ショータイムで放映された、テレビシリーズ、ボルジア・ケアイと欲望の強行一族、イタリアのスカイ・イタリアで放映された、テレビシリーズ、ボルジア欲望の系譜などがある。 トム・ウルフは1987年の小説、虚栄のかがり人その映画版で、この出来事をタイトルに使用した。マーガレット・アトウッドは、ディストピアを題材にした、小説、次女の物語や、オリクスとクーレイクの中でこの件をほのめかしている。テレビゲーム、アサシンクリード2でも、この件が描かれている。ありがとうございます。